俺はアステラと呼ばれる世界にいることを知った。俺を助けてくれた人々はハンターと呼ばれている。彼らからこの世界でどう生き抜いていくかを学んだ。アジアに武器を作ってもらった。日本伝統の武器、刀。俺はいつも拳を使ってきた。だが刃の精神を手の中に感じることができる。俺の体が先祖からの呼びかけに応えている。武士道、あの宿敵に立ち向かう準備ができている。これがハンターの生活である。アステラは美しいところだ。そしてここでの俺の家も快適である。マシなハンターになってきた。だが歯だけでなく体も精神もまだ磨く必要がある。古代樹の森に向かい瞑想しようと思う。
長い間、俺は一匹狼だが、チームの一員になるのもそう悪くない。そのうち慣れるだろう。彼女がここにいたらいいのに。彼女と戦う練習をするのが懐かしい。戻ることができるのだろうか。友人たちにまた会えるのだろうか。彼女にもまた会えるのだろうか。よし。よし。